ずるい、ずるいお姉ちゃん。今さらそんなこと言ってももう遅い。なんで私より先にセンター曲もらっちゃうの。なんでお姉ちゃんがお母さんに褒められてんの。だって練習したもの。毎日コツコツ練習したの。そういうとこだよ。やらなきゃいけないことを辛くてもちゃんとこなして、できない方が悪いっていう、そういうかっこいいところが大嫌い。